どうする家康では、元康は三河の国統一を決意しますが、彼はどのように三河の国を統一したのでしょうか。そもそも、なぜ元康は織田や今川の人質だったのか。なぜ元康は妻子を残して今川を見限ったのか。元康の三河統一への知られざる苦労を紹介します。こんにちは、日本サロンの川原です。今回は、これからのどうする家康、三河統一への道というテーマで、桶狭間の戦いを経て独立する家康が、どのように三河の国を統一するのか掘り下げたいと思います。まずは、家康が生まれた松平家とは、どのような一族だったのか、家康の生まれる前の状況から話を起こしていきましょう。家康の生まれた松平家は、もともとは三河の国松平、愛知県豊田市の地域有力者でしたが、その後、西三河に勢力を拡大し、有力な国衆、在地領主として発展していきました。しかし、家康の曽祖父、ひいおじいさんにあたる信忠の時代に、一族、家臣との対立が起き、弟の信貞派とこの清康派に分裂します。その後、信忠から家督を継承した清康は、元々の本拠地だった安城城から、現在の岡崎城に拠点を移し、勢力を拡大させました。信貞派に対し、清康が松平家の宗家、つまり本家であるという意思表示をしていったのです。ところが、織田信長の父、信秀と戦うため、清康は尾張に出陣しますが、陣中で家臣の裏切りに遭い、清康は殺害されました。いわゆる森山崩れです。清康は享年25歳だったといいます。清康の子で家康の父である松平秀忠は、森山崩れの時、まだ幼少でした。そこで織田信秀と組んだ松平信貞によって、岡崎城から追われてしまいます。その後、松平信貞が死去したことで、秀忠は岡崎城への帰還を果たすと同時に、松平家の当主となったのです。ところが、信貞勢力を支援していた尾張の織田信秀が侵攻し、まず安城城へ攻撃を仕掛けます。この動きに対し秀忠は、尾張の国、小川の国衆、水野忠元と同盟を結び、その娘、於大の方と結婚しました。そして1542年に、秀忠と於大の方との間に生まれたのが、竹千代、後の徳川家康なのです。しかし、秀忠と於大の方の幸せは長くは続きませんでした。この婚姻は、秀忠の叔父、信孝によって進められましたが、秀忠と信孝が対立し、秀忠は信孝を追放するのです。この時、於大の方とも離縁しました。竹千代、後の家康が3歳の時のことです。追放された信孝は、今川義元、織田信秀と組んで、秀忠に反旗を翻します。この結果、東からは今川勢が、西からは織田勢が攻撃を仕掛け、織田信秀によって岡崎城が陥落し、秀忠は信秀に降伏したのです。この時に人質として織田家に差し出されたのが竹千代でした。従来は秀忠が今川に人質を出そうとしたところ、家臣の裏切りに遭い、織田方に竹千代の身柄が渡ったと説明されてきました。しかし近年の研究で、秀忠が織田信秀に敗れたことで、織田方に人質を差し出したことが分かっています。家臣の裏切りではなかったのです。織田信秀に降伏した秀忠でしたが、織田方に屈することを潔しとせず、今川義元に従属し、勢力の回復を目論みます。そして、1542年の安月坂合戦で、今川氏と織田氏は激突し、今川氏が勝利するのです。この今川の勝利を背景に、秀忠は信孝ら敵対勢力を平定し、松平一族の争いに終止符を打ちました。この頃秀忠は岡崎城に帰還したと言われています。ところが、安月坂合戦の翌年の1543年に、松平秀忠は24歳の若さでこの世を去ります。病死とも家臣につけられた傷が原因とも言われていますが、原因は不明です。竹千代が織田の人質になっているため、松平家は当主不在の非常事態に陥りました。父、松平秀忠が死去した時、
竹千代はまだ織田家の人質でした。松平家には竹千代の他に後継者となるべき男子がいなかったことから、竹千代の身柄をどうにか織田家から奪還しないといけません。そこで松平家家臣団は今川義元に助けを求め、より今川家に従属を強めていくのです。そして今川軍は再び三河の国に出陣し、安城城にいた織田信秀の長男、信秀の身柄を確保しました。今川は織田信秀に対し、信秀と竹千代の身柄の交換を提案し、竹千代の奪還に成功するのです。竹千代は岡崎城に戻らず、そのまま今川氏の本拠地、駿府で養育されることになります。従来、竹千代は今川でも人質生活を送り、苦難の生活を送ったと考えられてきましたが、どうする家康の時代考証の司馬遂行氏によれば、松平氏の家督継承者として駿府で養育されたのであり、人質ではなかったとしています。当時、三河の国からの人質は吉田城に置かれるのが通例でしたが、竹千代は駿府に置かれており、特別待遇だったのです。その後竹千代は1555年に元服し、今川義元から一時もらって元信と名乗ります。さらに元信は今川家一門の関口氏純の娘築山殿、ドラマ名瀬名と婚姻し、元信も今川家の親類衆となるのです。ちょうどこの時期、今川家では義元から嫡男氏真への家督継承が進められていたので、男兄弟のいない氏真を支える親類として元信は期待されていたと考えられています。1558年には初陣を遂げて、元信から元康と名を改めました。ところがその2年後の1560年5月、今川家に激震が走ります。桶狭間の戦いで今川義元が戦死したのです。桶狭間の戦いまで岡崎城の城代を務めていた山田新右衛門は、桶狭間の戦いの今川勢の敗北を受けて織田軍と交戦するものの戦死。元康は岡崎城に帰還します。なお、桶狭間の戦いの時の元康の行動や桶狭間の戦いの詳細は前回の動画、桶狭間の戦い、信長の奇襲戦法は嘘だったで詳しく解説していますので、よかったらご覧いただければと思います。元康は今川氏真の幼少と指示を得て、すぐさま織田方についていた叔父で刈谷城主の水野信元との戦いを開始しました。元康と織田方との交戦は1561年に入ってからも続き、元康は非常に苦しい状況に追い込まれます。ところが氏真は同盟を組んでいた北条氏が越後の長尾景虎の侵攻を受けると関東に援軍を出したため、苦戦する元康ら三河勢には一向に援軍が出されなかったのです。危機感を抱いた元康のもとに織田信長が水野信元を通じて和睦を求めてきました。元康はこれに乗り、信長と和睦するのです。そして1561年4月、ついに元康は今川方に対して攻撃を開始します。元康は今川からの独立を果たしたのです。もともと松平氏は軍事的な安全を確保するため今川氏に従属していました。ところが桶狭間の戦いの敗戦によってその軍事的な援助を得ることができなくなり、元康は自国の安全を守るため今川からの独立という大きな決断を下すことになったのです。元康が今川との開戦を決断したことにより、三河の国は今川方と反今川方に分裂して争う事態となりますが、次第に戦況は膠着し、長期戦の様相を見せるようになります。そして今川方と対立したことで元康には一つ懸念事項がありました。正妻築山殿、ドラマ名瀬名と嫡男竹千代、後の信康は今川氏の本拠地駿府にいたのです。元康の行動に今川氏真は岡崎逆進と激怒していることから、いつ命を取られてもおかしくありません。そこで重臣の石川数正が駿府に出向き、人質の交換をすることで正妻と嫡男の身柄を確保したとされています。桶狭間の戦いの3年後の1563年には、今川氏との決別をより明確にするため、元康は今川義元からもらった元の字を捨て家康と名乗りました。
しかし元康が今川から独立して以降、戦が続いており、民衆への負担も限度を超えていました。そのような状況の中で発生したのが、家康生涯の危機の一つである三河一向一揆です。放送が近づいたら詳しく解説する予定なので、概要だけ紹介しましょう。三河一向一揆とは、浄土真宗の信者の武士や農民などが領主に対して起こした一揆です。この三河一向一揆で家康は苦境に立たされます。家康の家臣には浄土真宗の信者が多く、多数の家臣が離反し一揆に参加してしまったのです。苦戦しながら家康は1564年の馬頭原合戦で一揆勢に勝利したことで勝利をほぼ確定させ、一揆方と和睦することで危機を乗り越えたのです。一方で今川氏真も遠江の国の家臣が離反し、その対応に追われていました。家康討伐に行けないどころか、三河の国の今川方の勢力に対する支援も行えない状況にあったのです。そこで家康は東三河の国衆を従属させ、今川の東三河支配の拠点だった吉田城と田原城を攻略して、ほぼ三河の国の統一を完成させるのです。詳細はこちらも放送が近づいたら解説しますが、ここで家康は松平から徳川に改姓し、朝廷から三河の国の指導者を意味する三河の神に任官され、正式に三河の国を統治する立場が認められたのです。桶狭間の戦いから6年、家康25歳の時のことでした。今回の主な参考文献はこちらです。今回の動画で紹介したドラマ以前の家康の動向や今川の諸実でなかったことなどを詳しく知りたい方は、青年家康がおすすめです。この本を含め、すべて動画の概要欄に一言コメントをつけて紹介していますので、よかったらご覧いただければと思います。最後に日本サロンライブ配信のご案内です。1月17日火曜日21時から配信します。本日放送されたどうする家康第2話の補足解説をしますので、ぜひお時間のある方は来ていただけると嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。